皆さん、こんにちは。ワダルウルビーです。では、今回は、ハーツオブアイアンフォー、ソ連軍プレイ続けていきたいと思います。もう考えられるあらゆる作戦を試してうまくいかないので、今回は、最もオーソドックスではあるものの、最も効果が高いんじゃないかと思う、最後の作戦を試してみたいと思います。これはですね、幾重にも防衛線を張り巡らせるという、まあ、敵をね、攻め込ませては撃退する、突破されては次の防衛ラインで防衛する、これを繰り返していくという作戦を行っています。防衛ラインを全部でですね10個張り巡らせました。これでドイツ軍を迎え撃ちましょう。師団の編成なんかはこれまでと特に変わっていません。変更していないという状況ですね。歩兵を中心に支援砲兵、支援対戦車砲兵、それに工兵中隊を入れていると、まあ、これが中心の歩兵部隊になります。それにね、戦車の部隊とか騎兵の部隊とか、まあ、少数入れてはいるんですけども、まあ、大部分は今ご覧いただいた歩兵になるので、まあ、歩兵でドイツ軍の戦車部隊を組み止めるのは、まあ、難しい部分があるので、突破されては次の防衛ライン、突破されては次の防衛ラインというね、戦い方でいきましょう。はい、ドイツと開戦しました。まず第1枚目の壁ですね、まあ、ここは早々に突破されてしまう可能性がいきなりありそうですね。真っ赤になってます。開戦、した直後の制空権ですけども、ご覧のように取れてますね。まあ、ただこの後戦いが進むと制空権も奪われていくというシチュエーションになると思うので、うまくね、制空権もコントロールしながら戦っていきたいと思います。こうやってドイツ軍の師団見ているとすり減ってる師団がほとんどいないんですよね。まあ、なので、まあ、このドイツ軍の突破力を削ぐ、まあ、その有効な手段がちょっと思いつかないんですよね。今回、まあ、やろうとしているこの何重にも張り巡らせた防衛ラインが突破されるようだと、ちょっと残念ながらこのソ連軍プレイ1939年スタートは攻略が困難だということになってしまうので、なんとかここでね、光を見たいですね。防衛ライン1個目は突破されて、2個目の防衛ライン敵がもう来てますね。まあ、1枚目の防衛ラインと2枚目の防衛ラインか、2枚目の防衛ラインのところで合流できるので、まあ、そこでね、少しまた立て直しが効くかなとは思います。さあ、早くも北部戦線に関しては2つ目の防衛ラインに敵が到達しましたね。ミンスクが落ちたら3枚目の防衛ラインというところに敵が迫ってきていると、まあ、そういうサインになりますね。残念ながらミンスクが陥落して、キエフも陥落しそうですね。3枚目の防衛ラインが今交戦中という状態です。キエフが陥落してます。いや、これだけの重厚な防衛ラインを、まあ、50にも張り巡らせたんですが、それでもモスクワが危ないですね。モスクワを守る最後の防衛ラインに敵が迫ってます。いや、ちょっと手が出ないな。本当に強いですね、ドイツ軍ね。本当にね、もうキリがない強さという感じがして、まあ、師団の攻撃力がもう全然違いますもんね。まあ、それだけテクノロジーが進んでいて、装備も分厚くて、
資源も豊富、人的資源に関しても余裕があるっていう状況なんですよね、きっとね。もうモスクワまで来られましたね。モスクワを守る兵もなしというところで、まあ残念ながら今回も防衛ができませんでしたね。ちなみに他の戦線見とくとですね、まあ首都はもう陥落するんですけども、意外と頑張ってるのがやっぱりここですね。リガがねすごくよく頑張ってくれてます。なのでレニングラードまでまだまだ余裕があるっていう状態ですね。あとはですね、ルーマニアの戦線方面もまあ頑張ってくれていて、スターリングラードまでまだ余裕がちょっとあるっていう状態です。まあただですね、防衛ラインで言うと下側に回り込まれていて、ちょっとしんどくなってきてるなっていう感じはしますね。まあなのでやっぱり一番分厚くしなきゃいけないのが、やっぱりこのモスクワ中央戦線になるんですけど、これ以上分厚くすることもまあ難しい。補給面も手段数も考えると、他にいい作戦がちょっと思いつかないですね。これちなみにですね、36年からスタートすると、対ドイツ戦を睨んだ準備っていうものがもっとしっかりできるっていうのもあって、まあ、もうちょっとまともに戦えるのかなと思います。まあ、ただ39年スタートだと開戦まで2年しかないので、まあちょっと厳しいなっていうのが、ここまであらゆる作戦を試してきた感想ですね。はい、モスクワが陥落してます。スターリングラードの首都が映ってますね。では、ソ連軍編はこれで終了にしたいと思います。もし皆さんからこんな作戦あるよとか、いい作戦があればですね、またやってみたいなと思うんですけども、そういうものがなければ一旦このソ連軍編はこれで、終わりにしたいというふうに思います。